さあ、ということで皆様おはようございます。いやちょっと久しぶりになりましたけども、 JR を一切使わずに日本縦断の旅5日目ということで、本日来ているのはこちらでございます。広島駅、広島県のこちら尾道駅ですね。この広島県の言わずと知れた観光地ですね。この断崖絶壁のところにこう建物がそびえ立っています。前回ですね、日本縦断の4日目、向こうのね、しまなみ海道を渡ってチャリンコで向こうの方まで来て、で最後フェリーでここに降り立ちました。ただこの前しまなみ海道1時間半ぐらいで一気にチャリで走破したんで、あの後熱が出てしまって、だいぶ時間が空いてスタートになります。多分前回のから1ヶ月ぐらい経っちゃったんですけど、日本最北端北海道の稚内を目指して進んでいきたいと思います。本日もよろしくお願いします。いやというかね、これがねせめてもの救いなんですけど、今日の尾道の気温28度で、最高気温31度なんで、ちょっとと涼しめになってます。いや良かった、マジでありがたい。昨日とか35度超えでめちゃくちゃ暑くてビビりまくってたんですけどね、熱中症になったらどうしようと思ってたんですけど、これだったら大丈夫ですね。この尾道はあの瀬戸内海に浮かぶ離島と、あの陸続きになっていないんですよね。なので向こう南側の離島行くには、こっからフェリーに乗るか、もしくはあっちの方にね橋が架けられてますけど、向こうの方を通るバスもあるんですよね。だから向こう経由しても行くことができるということになってます。旅のルールはあの概要欄の方に載っけておくんですけども、前日に投稿したツイートのいいね数 ×5 がその日の旅の資金になります。皆さんツイッターのいいねとフォローよろしくお願いします。本日も1日の予算決めを、ね、やっていきたいと思います。昨日までちゃんとツイートしました。日本縦断再開しますと、どんだけ日数かかってんだよって感じですよね。いきます、では運命の瞬間でございます。5日目の予算は、せーので、はい、待ってバカ増えてんだけど、ちょっと待ってくれ嘘やん。ということでですね、いいね数が2008件なので、これかける5倍してですね、なんと今回の予算、本日の予算ですね、10,040円、繰り越し金が結構あってですね、4376円で合算して本日の予算14,416円。いや、ありがとうございます。やばいでしょ、こういうできるでしょ、これ。4日目の最後に乗ったあの竜宮城みたいな見た目をしてる船ですよ。この時間帯めっちゃ空いてるみたいですね。こう4日目乗った時はね、地域の学生さんなんかもねたくさん乗ってて、ここ自転車まみれだったんですけども、こんな感じでチャリを乗っけて、うわーいいな、これからサイクリングに行く方でしょうね。こんな感じで向こう岸まで渡ることができます。もう一回乗ってちょっと島並海道行きたいんですけどねマジで良かったな島並海道。ちょっと動画でまた旅行チャンネルの方でもね、一本今度がっつりサイクリングロードを乗って撮りたいですけども、数が増えたということは、まあ、僕のツイッターの影響力、発言力もまあちょっとずつ増えているということの裏返しだと思いますので、嬉しいですね。ということで本日もここから5日目、稚内向けて出発してまいりたいと思います。本日もよろしくお願いします。いやでもね、尾道来るとやっぱ鉄道乗りたくなるんですよね。さっきね横通ったんですけど、あの真っ黄色の国鉄車、今から30年前ぐらいに活躍をしていた古い電車、オンボロ電車が横通ってたりするんですよ。でそこの左側に広がるこの斜面ね、木造家屋が立ち並ぶ古き良き街並みになってます。尾道ね、いいなぁ、 JR 乗りてぇなぁ。今日は平日なので割と駅構内も閑散としています。尾道なんか多分休日とか祝日来たらとんでもないことになりますね。多分ここカメラ向けるどころじゃないですね、人が多すぎて。へえ、そして尾道駅の2階、これはカフェレストランバー、あ、違う、ビーコンって読むのかな、ベーコン、ビーク、ちょっと待ってごめん、偏差値の低さがバレてしまう。ホテルも2階に隣接ということで、駅降りて直結になってますね。めちゃくちゃ便利ですわ。鉄道もバッチリ伸びていて、これね岡山行き、これに飛び乗ってしまえば一気に岡山まで出ることはできますけども、まあ、この企画においてはそれは死を意味しますから、それはできません。へえ、なんか尾道は本とゆかりがあるんですかね。尾道本通り商店街っていうのもここ駅の真横に取り付けられてます。でこれね、京都駅とかもねものすごいんですけど、ロッカーの数、観光地駅あるあるですね。これはね、ここにロッカー、荷物を預けられるようにたくさんのロッカーが置かれています。でですね、ちょっとね今回の作戦なんですけども、尾道ここにあります。ここからこう海沿いを沿っていくと新幹線の停車駅福山があって、でですねここで色変わってるの分かるかと思いますけども、ここの駅からですね、これ JR ではなく伊原線という、これ第三セクターか私鉄かどっちか伸びてるんで、これはね JR じゃないんで乗れるんですよ。なのでここまでいかにしてね早く到達するかっていうのが今回の旅の鍵になってきます。この伊原線に乗ってしまえばこの総社まで出れるんで、もうね
岡山と目と鼻の先のところまで出ることができるわけです。僕もあの旅を通しての初めての経験っていうのを結構したい、そのワクワクさをね得たいっていうのもあるので、基本この日本縦断旅ってあんま調べずやってるんですけど、あの1本目だけはねさすがに調べてきました。この尾道からはたくさんのねバスがいろいろな方面に出発してるんですけど、これ福山まで行くバスですね。これ福山行きのちょっと長距離な路線バスが伸びてるんですよ。これです、これに乗っていきます。まずは6番バス停から出発をする、こちら皆さんこれ何て読むか分かりますでしょうか。僕は漢字とか国語苦手なんで全く読めませんでしたけど、これ友鉄バスって読むんですよね。なんか芸人さんのような名前ですけども、これで一気に福山まで出れるみたいです。6番なんでここ渡って、あ向こう側だからあっちです。あてか止まってますわ多分、あれですね、もう因島バスですって。僕はあの前回の旅でも寄った因島、ちょっと豪華な感じになってます。電車のあのクロスシートのような感じね。さあありました、こっち、うおいいね、ちょっとレトロな感じのバスですよ。福山行きの文字がしっかりと映ってます。もうこのね JR 錦糸旅やってて路線バス乗り継ぐこと多いんですけど、もういかにねこの直行路線バスのありがたさというのがもうよくわかります。もう途中のよくわからん停留所とかで乗り継いでいくのが普通なんですけども、福山まで一気に行けるってもうマジで幸せですよこれ。しかもガラガラだわ。さあ10時25分尾道駅出発でございます。次はちゃんともうちょっと観光しに行きたいな。尾道ってあの鉄道の通り道にはなってるんで、ここをよく通過して車窓から景色はねよく見てるんですけど、観光したこと僕一度もないんですよね。うわー、そしてちょっと待ってくれ、これもう最高なところ走ってきますよ。踏切になってるわ。うわー、あの建物とかすごい古そうですよ。一応コンクリートでできてますけど、戦後すぐぐらいとかそれぐらいからあるんじゃないですかね。いやもっと前か。九州下関小倉方面を結ぶ大動脈として機能しております山陽本線の横を取っていきます。今では東海道新幹線ができちゃってるんで、あの直通の特急とかもこの区間はねなくなっちゃったんですけどもね。そしてこの尾道の街並みってのがすごいですよね。石積みになっている家の土台の部分、そしてこうかなりの坂がちょっとちらっと見えますけどね、こういう風に伸びております。地形がやっぱりあの北側から南側にかけてかなりの急勾配になってるんで、そこのきつい勾配上に用地を設けてこういう風に住宅を設置するしかなかったんで、住宅がこう密集してる、そして急斜面、そんな昔ながらの住宅が残されております。踏切になってからねだいぶ時間が経ってるんですけど、まだ列車が来ない。貨物列車とかの場合で、あの遅く乗ったら走行してる場合とかってね、踏切になっても全然来なかったりするんですけど、もしかしたらそれかもしれないですね。おお、なんか石碑みたいなやつが見えた。待て待て、すごい貨物かと思った普通列車でしたけど追っかけてきてるよ、かっこいい。今回はどう頑張っても乗れない JR 線、1980年ぐらいから活躍をしている。うわかっこいいね、まさに尾道を象徴するような景色ですよね。ちょっと高いところ電車が走っていくと、すごいね、もう築何十年とかいう建物、古い建物がまだ健在ですよ。車窓をこうぼーっと眺めているだけでも本当に飽きません。東京でもあの下町のあの引き船とか、あっちの方太平洋戦争の前の木造家屋とか残ってますけど、本当に今宅地化が進んでいたりとかね、再開発が進んでいてどんどん取り壊されてますから、こういう風な街並みっていうのも今後あと数十年とかもしたらかなり貴重なものになってくるんでしょうね。タバコ、今からこの午前中からだと多分離島とかの方に行く方が多いんじゃないですかね。なので福山行きのバスは僕含めて4名ですね。結構思ったより少ないような感じでのびのび過ごしてます。そして今頭上にあります、これが尾道大橋ですね。これを辿っていくと向こうのまず一発目の離島の方、向こう多分ねあの向島っていう離島だと思いますけども、この方に行くことができます。日立造船とありますけども、これ尾道古い町並みが残っているのも、ここから先の因島の方は太平洋戦争中に2回ぐらいね1945年あたり末期あたりに空襲を受けちゃってますっていうのも、まあ、3日目か4日目あたりも立ち入ったんですけど、あの広島の呉ですね、かつてはあの戦艦大和を造船していた軍港都市がありますけども、まあ、呉とかもあったんで、それと
ひっくるめられてまとめて離島もね空襲を受けてるんですね。でただ尾道は空襲を受けなかったみたいなので、その戦前からの街並みが多く残っていると言われているみたいです。日本を代表するような観光地、しかも外国人観光客の方からも非常に人気なので、交通量はとにかく多いですね。すれ違う車、それから前の方にも車が何台か連なっています。すごい、多分これね貨物船なんでしょうけども、造船場がありますよ。あ、待って、バス停の名前見てもこれ書いてありますけど、尾道造船って書いてありますよ。ちょっと切れちゃってますね。造船場がここにもあるんですね。今乗ってる友鉄バスなんですけど、これ正式名称、会社のホームページとか見るとこれ名称はカタカナになってるんですよ。友鉄はカタカナでバス、そんな感じの表記になってるんですけども、一体なんでこの名前かというと、友っていうのはこれから向かっている福山、広島県福山の南側のところに港があります。ここが友という地名でですね、昔はここの友湖、友の港とそれからこの福山を結ぶような感じになっていたみたいです。こんな感じ、こういう風な感じで鉄道が伸びていたんですけど、それが戦後すぐ廃止されましたと。でそこの鉄道事業者、運行会社は今度バス事業に転換して、で友鉄道のバス会社ということで友鉄バス。このバスの経路はこんな感じですね。結構長いです。もう乗って10分ぐらい経ってるんで、多分到着するのも12時前とかそれぐらいなんじゃないですかね。結構探したんですけど、やっぱ尾道から新尾道、新幹線の停車駅ちょっと離れてるんで、新尾道とかあと東尾道とかこの辺りまで来るバスっていうのは結構あるんですよ。ただ直で来れるバスっていうのは結構少ないんですよね。しかもねこれ危ないのが、平日はこの3本だけなんですよ。運行本数がめちゃくちゃ少なくて、で今僕が乗ってるのはこれ10時25分発で、これ土日とかになるとなんとねこの10時台のやつが運休になっちゃうんでだから今日土日だったら僕は路線バス乗り継ぐんで、もっとね早く出発をしていろいろ乗り継がないといけなかったわけなんですけども、これありがたいですわ。到着は全然早いわ、11時12分に着いちゃうみたいです。尾道を抜けて現在松永駅付近を走行しております。まあでもこの松永はもう福山市みたいですね。尾道はさっきね地形見ると本当にこんな感じでもう山がせり出すような感じになってるんですけど、若干この東尾道の方まで来るともう結構ね平地が広がるような感じになってるんで、向こうの方ちょっとね奥の方まで平べったい土地がね続くような感じになってます。この辺りですね、向こうの奥の方北側のところに高速道路とか新幹線が通ってるんですけど、向こう高速バスとかでね通るとめっちゃ景色綺麗なんですよ。特に夜行バスとか広島のこっち側の景色を高いところから見下ろすような感じになるんで、夜景がね広島の夜景めちゃくちゃ綺麗に見えます。お、やばい、また電車、おお、来た、かっこいい。これ新しいタイプの電車ですね。いや、なんだこの感覚、本当昔の幼稚園とか小学生時代にねタイムスリップしたような感覚ですよ。昔親に連れられて大宮駅でね新幹線見たんですけどね、あの時の感じだわ。うわ電車来たみたいな感じね。いいね、この感情は25歳になっても変わることはありませんね。わ、踏切もこじんまりしていて可愛らしいね。でもちゃんと遮断機と警報機のある安全な踏切です。このねバスが止まってペーンって音がして扉が閉まるんですけど、昔ガキツカ見ててよく、でガキツカのコーナーでそのガキツカメンバーがこういうバスの中にこう座って、で次々バス停から面白い資格が登場してバスの中に入ってきて笑ってはいけないみたいな、そういう番組がねあったんですけども、めちゃくちゃそれを思い出しますわ。そのイメージしかない。今度は線路の、進行方向でいうと左側の方に回ってきました。ここからしばらくまたね山陽本線と並走してる。あ、待って、また踏切になってるわ。多いね結構ここ本数。おお、今度は黄色い電車ですよ。僕こっちの方が好きなんですよね。これもう電車の末期になるまで活躍をしていることから、これ末期色とね巷では呼ばれてしまってます。あれが活躍をするのもあと数年でしょうね。本当見納めですよ。不意打ち、おお、貨物来た。長いですね。長くね、短っ、全然長くなった。お、備前赤坂ちょっと見えなかったな、駅がありました。結構今回惜しいことしちゃったんですけど、今回はバスで
福山行ってるんですけど、これ実はさっきの尾道のところからこれ航路が出てます。フェリーが出てて、尾道からこういう風にこの離島を継ぎはぎしてって間を通って、でここまで行けるフェリーがね運転をしていたわけなんですよ。これ友ですね、友港、友の浦っていう場所でね、友は非常にタイが有名で、であの崖の上のポニョの舞台になった場所としても知られてるみたいな、それぐらいあの昔江戸時代ぐらいからの漁港の町並みが残ってる古き良き町らしいんですけども、ここのフェリーがですねどうやらその土日限定なんですよね。だから今回は平日限定のバスに救われた反面、こっちのフェリー乗れなかったんでね、どうせだったらポニョ僕映画見たんで一応行ってみたかったな。ここまでフェリー出れるんであれば、ここから福山までバス出てるんで割とサクッと移動できていたということですね。おー、いいですね、片側2車線の立派な高架道路になってきました。福山の市街地付近、もうそろそろ市街地に入るか入らないかくらいですね。奥の方にはちょっとね今見えなくなっちゃいましたけど、山陽新幹線見えてきました。来ました、これね、あの食パンの袋を包む上の部分につけるクリップみたいなやつ、なんだっけあの名前、特殊な名前がついてるんですよね、忘れちゃいましたけど、あれみたいな感じの河川中新幹線象徴的なやつですね。危ねえ危ねえ危ねえ、危ないよ、めっちゃバックしてたけど落ちるギリギリで止まった。おお、そしてここ分岐部分にはこう府中と書いてあります。やっぱあの東京でねずっと住んでる身としては、府中というとやっぱりね東京都府中市を連想してしまいますけど、広島にもねこういう風なあの府中市っていうちゃんと地名があるんですよね。確かあの福塩線という JR の路線にもあの府中駅ってのがあった気がします。だから乗り換え案内とかでググってると東京と広島に両方が出てきたりするわけですよね。さあ、そして今川を渡っております。すごいね、なんか川幅広いけど浅瀬がかなり続くような感じで、水遊びとかしてみたい。おお、白いおとりさんも気持ちよくピチャピチャ水遊び中。芦田川という川みたいですね。コロナがだいぶ収まってきたんで、こうあの福山の花火大会なんかもこの地で行われるみたいです。今年は結構花火大会もコロナ後の3年ぶりぐらいに復活するみたいですから、今年の夏はさぞ楽しくなりそうですけどね。さあ、ということで新幹線停車駅福山駅到着でございます。750円ぐらいですかね、尾道からで電車だと400円ぐらいなのでプラス300円ぐらい。わ、もう駅のすぐ横からうわたくさんバス出てますわ。ここで乗り換えれば友の浦の方までもねすぐ行けたんですけども、いやこれはちょっとまた次回行ってみたいな、まあ、次の楽しみに取っておくことにしましょう。そして福山といえばこれですよね。最初来た時もねびっくりしました。めちゃくちゃ綺麗だなと思って、バラの町、ここにも書いてありますけどね、バラの町福山として知られてます。いいね、綺麗だな、あの花の甘い匂いがしますよ。100万本のバラの町福山とあります。1945年の太平洋戦争の空襲によって市街地がなくなったと、でその町にも潤いを与えて安らぎを取り戻そうと、で100本バラの苗が植えられてバラが咲き誇るようになったと、もういい話ですね本当に。こういう素晴らしい景色の裏側にはこういう風な負の歴史があると、その復興のために頑張ってきたと、そういう歴史、まあこういう歴史を知ってこのバラを眺めると、なんかちょっと普通にバラを眺めて綺麗っていうよりかちゃんとこう歴史があって人々のこう気持ちをこう支えてきたものなんだなみたいな、これがね歴史のいいところなんですよね。知ると奥行きが生まれますよ、ただのバラではないという。でですね次、まあ、福山まで来れたのはめちゃくちゃありがたいんですけど、次ねこの伊原線って呼んでたんです、これ伊原線ですね。伊原線に乗り継ぐためにはこの神田目駅の方まで行く必要があります。でここ JR なんで乗れないんで、ここもねバスで行きたいんですけど、一応あるにはあったんですけど、ただね時間がだいぶ空きますね。これで多分合ってます、伊原バスセンター行きで神田目駅前に行くんで11時29分で、うわちょっと1時間ぐらい空くな。
まあ、でもいいや、ちょっと僕は朝ごはん食べてないんで、何らかの福山名物、ちょっと正直には14,000円のちょっと余力がありますんで、まあ、名物でも食べれたらちょっと食べつつですね、あと福山駅にはね、なんといっても駅の北側の方にめちゃくちゃ素晴らしい観光スポットがあるわけです。福山の観光案内所、駅の正面にありますけどね、福山の名産品、特産品がたくさん並べられています。その中でもちょっと気になってるのがこれね、さっきのあの鞆の浦なんですけども、あの尾道ラーメンとかでも非常に有名なんですけど、この鞆の浦はあのタイがねとっても有名なんですね。これです、可愛らしい、ちょっとポニョの聖地って言われたんで、あのポニョに見えてくるんですけどね、タイラーメンとかあのタイの料理が有名なんで、タイ料理がとてもよく食べられているということですね。タイ料理屋さんあったらちょっと行ってみたいな。今の胃の気分としてはタイ系の料理か福山ラーメン、どっちかですかね。そしてこの駅すごいのはこれですよ。これ福山駅の出口ですからね、出口出てもう徒歩1分ぐらいのところにちょっとすごくないですか。そして立派な天守、福山城が駅の真横にあります。この新幹線乗ってて姫路駅とかって、あの姫路城結構近かったりするんで、新幹線からよく綺麗な城の景色見えたりするんですけど、福山には勝てませんね。やっぱ福山あのこっちの北側の方にね、窓側座席取ってるとき新幹線乗っててもやっぱ見入っちゃいますから、それぐらいめちゃくちゃ綺麗だし、夜撮影した画像も載っけておきますけど、夜はねここライトアップされるんでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。ここにもねしっかりと2022年福山城築城400年ということになってます。大部分はまあ多分再建された部分もあるんでしょうけども、ちょっとこれも行ってみましょう。ひとまずちょっと腹ごしらえをしたいな、ご飯。もうあの彦摩呂さんのパクリになってしまうんですけども、この海鮮一つ一つがもう宝石のように輝いています。本当であればあのタイ飯名物の方食べたかったんですけども、どうやら福山駅の周辺にはあんまりお店がなかったようで。そしてこの右下のものがですね、広島県産のカキフライ、これねマグロサーモンツヤツヤしてます。どの具材を食べてもですね、あの生臭さがほとんどありませんし、かなり新鮮なお魚だったということをね覚えてます。そしてこんなものを発見したんですけど、まさにね日本縦断ユーザーにこれぴったりのもので、こちらの塩だしとっても美味しかったんですけども、北海道産昆布と、なんとこの旅のスタート地点日本最南端枕崎の鰹節ということで、なんかもうすべて見透かされている気分になりましたね。そしてこちらが広島県産の牡蠣、これぞ海のミルク、濃厚で美味しいんですよね。やっぱりあのフライの方がね、牡蠣独特の臭みがなくて食べやすいんじゃないかなというふうに思います。そして最後はこちらのお茶漬け、この稚内と枕崎のお出汁、これ単品でもね持ち帰り用で販売されてたんですけど、お茶漬けにめちゃくちゃ合うんですよね。もうとっても美味しかったです。これ福山城ね、いや綺麗ね、あれがね城の中の象徴的なものですね。天守と呼ばれる、天守閣とも呼ばれますけど、多分あれが天守合ってると思います。すごいね、石垣がかなり高くそびえ立ってますけど、ちょっと行ってみましょうかね、せっかくなんで。今時刻はですね12時14分、でバスが40分出発なんで、あとまあ25分ぐらいは見れますかね。いやちょっとこういう風な20分30分ぐらいね、こう余力があると観光できるんで嬉しいな。ここが新幹線の駅で、現在の城の敷地がここになってます。駅前はまたね、あのバラ園のような感じになってるんですけど、こちらご覧いただきたく思います。福山城の東内堀跡ということで、すごいよこれ。ここ今現在地なんですけども、さらにですねこっちの東側の方に外堀の石垣と、それから物見櫓ですね。櫓っていうのは敵が外の方にやってきた際にあの見物できる場所、攻撃できる場所、天守まではいかないんですけども、ちょっとね高くなっている場所があるんですよ。それを櫓と言います。あ、ここに書いてあるわ、これですね、これが天守、さっき見たやつで間違いなさそうですね。これが城の象徴で、堀があって、でその堀のすぐ外側のところにあるのがこれ櫓ですね。でその櫓が多分向こうの方ですね、ホテルなんかいろいろ建ってますけど、あっちの方にあったということで、でこれが江戸時代が終わると廃城令によって城がどんどんと廃止されることになって、で新幹線が開通することになって、まあここにも書いてありますけども、鉄道や学校用地として埋め立てられ次第に姿を消していったとあります。これ一帯は本当にあの城の用地だったということになりますからね、すごすぎるでしょう。ちなみにあちらの立派な天守の部分はですね、あれは復元になってます。ここはもともと
広島 の福山藩という、ね、藩が置かれていて、そこの主の方がね住んでいたお城になってます、福山城ね。ただこれもねさっきの呉とかあとは因島と同じく福山空襲ってのもあって1945年焼けてしまったわけですね。空襲に焼け、そして一瞬一旦は櫓の姿はなくなってしまったんですけども、戦後に地域の方の尽力もあり復活がなされることになったというわけですね。なのでさっき福山城築城400年になってますけども、これはあくまでも歴史上のお話で、その建物が実際に建っている年数で言ったらさっきの天守の部分なんかは戦後に復元されてるんで多分半世紀ぐらいでしょうね。そしてですね、少しこっちの線路沿いに歩いてきたところに来ました。福山城の復元のあの敷地が向こうの方にあるんですけど、ここにものすごいものがあります。僕もねちょっとさっきね声出ちゃいましたよ、やばっつって。これね新幹線の高架下なんですけど、これ史跡が残っています。これが当時のその福山城の三の丸の櫓の台の跡ということになってます。ちょっとねこれ一応あの史跡つって看板が立ってるんでここ立ち入っていいと思うんですけど、ちょっとね駐車場っぽくなってるんですよねここで。向こうの方が結構あの高校生の方なんかがたくさんさっきのおしゃべりしてらっしゃったんですけども、駐輪場になってます。そんなところにね突如こんな感じで姿を現すわけですよ。お城によってもその形では異なるんですけども、メインのところがだいたい本丸で、外側に行くにつれて二の丸三の丸となっています。なのでこの三の丸っていうのはお城の外側の部分で、外側のこれ櫓の台の跡になってるんで、その監視塔ですね、櫓を作るための台の跡ということになってます。結局櫓は建てられなかったみたいですね。元は8年、1622年なので江戸時代です。元和っていう元号なんかもね、さすがに元号まで僕全部把握してるわけじゃないんで初めて、ね、聞きましたけども、こう観光当時の櫓の建築は未完成で、その後ついに築造されずと書いてあります。なので櫓を建てるこの石垣だけ積んだんですけども、結局本体は作られずそのまま放置されている。で東海道新幹線、あ、東海、あ、じゃあ、山陽新幹線、ここの建設計画が持ち上がったことによって、まあ、ここは高架線になってこの上に線路が通されることになったと、まあ、ただ高架線路だったので下のものに干渉するというわけではなかったので、こういう風に残されたのではないでしょうか。すごいねこれ。学生さんたちはこれにはもう目もくれずね、そのままチャリンコに乗って出発をしていきます。もう慣れっこでしょうね、毎日来ていたら。大きい石の間には小さい石がこう積まれていて、うまくバランスが取られているみたいですね。だいぶ高いな。でもねこれ非常にあの史跡としては見物しづらい場所にあって、ここなんでかっていうと関係者以外通行禁止になってるんですよね。ここから先入れない。でそこら辺から見たら結構いい感じに見れそうなんですけども、ちょっと立ち入れないんでね、ここの車の間から失敬するしかなかったというね。いやでも面白いな。ダメだ、結構時間ないわ。12時30分、あと10分で戻んないとなんで、ちょっと福山城の中入れないな。ちょっとまた次回ね、旅行チャンネルの方でもまたあの福山の街についてねご紹介できればと思うんですけども、昭和23年なので1948年ですね、戦後の地図が載ってるんですけども、福山駅はこんな感じですね。貨物ヤードがあって、当時は新幹線なかったんで、ここら辺もだからずらーっと線路が、地上線がね広がるような感じだったんでしょうね。でこれですよ、友鉄道、友鉄バスの前身となる鉄道はこういう風に行って、でここから、あ、すごい、三の丸駅ってのあったんだ。駅だから駅あったの向こう側ということになりますね。あっちの方なんですけども、こっから先下の方、南側の方に行くと、あの友の浦の方ですね、ポニョの聖地の方まで行くことができる。うわーすごいね、高架線がなかった時代ですよ。だからさっきの石垣の部分、あの三の丸の櫓の台のところはこの景色、かつてのこの景色を見届けているということですからね。すごいな。へー、三の丸駅の跡が友鉄バスの車庫になりましたとのことです。まあ、時間があればね車庫の方行ってみたかったけど、そうなんだ。もう同じ会社だから確かに用地をまた別に捻出するっていうよりか自社の用地使った方が良さそうですからね。すごいですね、断崖絶壁ですよここの壁ね。福山藩とねさっき説明しましたけど、実はそのなんちゃら藩なんちゃら藩って
歴史の授業だと地域区分、江戸時代の区分を勉強するかと思いますけど、藩っていう言葉は江戸時代には存在してなくて、その歴史を勉強するための定義付けとして明治時代に、ね、作られた言葉になってます。なので今のようなあの都道府県みたいな感じじゃなくて、かなりね自治性が強かったんですよね。だからあの名主、あの大名とかは別名国主とかとも呼ばれていて、国の主ですから、だからその当時は各その藩ごとにちゃんと学校を整備したりとかしてたんで、本当そのそれぞれ藩ごとに全然制度とかもね全く違うものがそれぞれ日本の中にあったということですね。だから日本列島の中にちっちゃい国が何個も存在するような感じだったのが、まあ、幕藩体制ですね、江戸時代の。やばい、ちょっと待ってくれ、あと4分だわ。伊賀佐バスカンパニー、伊賀佐バスカンパニーだ。どれだ、12時40分発なんで、あ、これだわ。1番乗り場ですね。1番なんで、わ、分かりやすい、ここですわ。いやもう本当に歴史って面白いですよね。城眺めてたらマジで乗り遅れそうなのが入りました。あれが奥の黒いやつが多分あれですね、次乗るバスですわ。そういえばあのうちのチャンネル鉄道チャンネルってことちょっとね忘れるぐらい鉄道に乗ってないですけど、皆さん大丈夫ですかね。いやもしかしたらね、鉄道好きなの、鉄道チャンネルなのに鉄道のこと全然やらねえじゃないかと思ってる方ねいそうなんですけど、多分ねこの後鉄道にも乗ることになるかと思いますので、よろしくお願いします。ではこちらです。おお、すごいクロスシートみたいな感じになってる。めちゃくちゃ謙虚なバスを見つけましたよ。これちょっと見えないな、これすみません改装中です。謙虚すぎんだろ。さあ出発でございます。福山を出発した後、このバスは、茨のバスセンターまで行くやつなんで、本当にあの茨線の方を通ってこっちの方まで行くんですけど、ちょっとねもうどうせやったら一応鉄道チャンネルなのでね、で僕もねちょっとそろそろ鉄道恋しくなってきたんで、ここの神鍋駅っていうところまで行きます。ここまで、でここで JR 線とこの第三セクターの茨線、茨鉄道の茨線では分岐してるんで、ここから茨線に乗りましょうかね。なので神鍋まではあれ 2,30 分ぐらいですかね多分。福山駅とかこの周辺の構造意外と面白くてですね、こう2層構造になってるんですよ。在来線の方も1段上げられてます。こんな感じで立体交差がねほぼ完了しているということですね。2層です。なんかあの尾道出発の時点冒頭で、あー今日は涼しそうだなとか言ってましたけど、そんなことはなかったですね。もう35度ぐらい、今最高気温13時14時ぐらいなんで結構暑い。バスの中は天国すぎる。そしてこちらのバスはあれですね、電車でいうクロスシートのようなタイプですよ。これは快適でいいですよね。窓もこの日本の日の文字をした窓がたくさんこういう風に並んでいます。ライトなんかもちょっとこうボールのような形をしていて、これちょっと古そうですよね。おお、いいですね。福山から線路沿いではなく北の方に向かっているんで、山を突っ切るような感じですね。さっき尾道で見ていた北側の山、こっちの方に突き進む感じです。で結構ねバスの運転手さんがしきりに、僕があの乗った時もそうだったんですけど、これあの茨のバスセンターの方に行きますけど、あの方向合ってますかっていうのをね、こう途中でバス停から乗ってくる方にも一回一回ね聞いてくださるわけですね。まあ、それぐらい結構間違える方が多いっていうことなんですかね。でやっぱりこういう旅してて感じるのが、やっぱ地方来たなって感じるのが、あの方言を聞く時ですよね。東京の人はこれ合ってるのっていう、こう合ってるか合ってないか確かめるときそういう風に言うんですけど、こうオーテルのオーテル、オーテルかいとか、そういう風な感じのね、こう多分広島弁なんでしょうけども、そういうのがいいですよね。地方来たなっていうことをね感じることができます。バスが結構もう製造年経ってるのか、ギシギシ音を立てて峠を越えましたね。山を一つ越えて、いやそして最高ですね。これ右手の方に見えるのは JR 路線ですね、福塩線です。あの福山の福に塩って書いて福塩線、これあの広島県の海のところから北の方までずっと伸びてる、南北ぐらいに伸びてるような路線ですね。ローカル線なんですけども、この辺りはね電化されてますわ。ちゃんと河川通ってます。線路は1本で運行されてるみたいですね。福塩線もねどうせだったら電車見てみたいんですけども、でも1時間に1本少ないですね。すれ違えないかな。てかもうちょっと神鍋ついちゃうわ。
さあ到着しました、カンナベ駅前ということで。駅前あるけどどこだろう駅。そしていや運転手さんほっこりいたしました。あのね降りる時にずっと僕あの後ろの方で撮影してたのをこう見てらっしゃったんでしょうね。カメラ落とさないようにね、落とさない高いもんじゃけえ、ね、あ、なんて言ってたんだっけ、落とさないじゃけえね、じゃけえって言ってたの覚えてるんですけど、いやー広島メンバー、うわー広島弁だと思ってちょっとテンションが上がりまして、広島を一番感じました。高いものじゃけえねって言ってたんでしょうかね。いやー人生初の神奈部駅でございます。茨鉄道とそれから先ほどの福塩線、ちょっと彼氏彼女さんとあれですね、一旦お別れをしてしまって、またよりを戻したいという方は福塩線に乗るともしかしたらご利益があるのかもしれないですね。もうそろそろ青春18切符シーズンなんでね、2300円で乗れますし、あこっちは多分 JR の駅の方に行くんですけども、かなり年季の入った手すりですね。なんかこの上とかでローラースケートとか滑らせてる人いそう。あちょっと待ってくれ、このロケーション最高ですね。まさにね盆地と表現するのがふさわしい地形ですね。で向こう止まってるのがあれがですね、茨鉄道の茨線だと思います。ちょっとこの列車は最後まで行かないですね。途中の駅で止まってしまいます。このなんちゃらなんちゃら駅、この長い駅で止まっちゃうんで、この次の列車に乗っていくことにします。で手前側にやってきているのが JR 線ということになりますね。お、今来たかな。あらららら来ましたよ、黄色い真っ黄色電車くん。話をすればのこれです、府中行き。東京の府中ではありません。パレットの陽キャたちがたくさんいますよ、黄色にそれから青。いいですね、青とかもう夏を象徴するような色ですよね。いいな、7月ぴったりの風景です。あ、待って向こうから電車来ましたよ。福塩線単線なんでここでこういう風に列車が行き違い、上りくらいの行き違いを終えてからそれぞれ1本の線路の方に入り進んでいきます。これは福山行きですね、これ上り列車。かわいいなあ。さあそしてこちらが茨鉄道の神奈部駅ですね。 JR のすぐ横に設けられてるんですけど、こっちの方がなんかこじんまりとした感じですね。うわーたまらないな、これ無人駅なのかな。よくあのスーパー銭湯とかにあるような券売機ね、これで買いました。とりあえず途中のね500円で行ける駅のところまで買いました。これね13時12分発。おすごい、床下からうねるような音を上げて今出発でございます。いいね、迫力あるね。いやようやく午後14時にして本拠地鉄道乗車完了ということで、いや嬉しいわ。神奈部出発するともうすぐねこの JR 福塩線とは分岐をしていくみたいです。こっちはだいぶ高いところを走行していきますね。いやー JR 線さようなら。これ本当はですね、あの岡山の総社の方終点の方まで行きたいんですけど、この列車は途中のですね総雲の里、ここで止まっちゃいます。ここ一応ねもう岡山にはもうそろそろ入るんですけど、入ってすぐ茨城の1個先の駅で止まるんで、まあ、ここまで行ってとりあえず乗り換えっていう感じですね。そしてなんといってもねこの茨鉄道あのめちゃくちゃ線路高規格なんですよ。びっくりするぐらい高規格、ほぼあのさっきの分岐部分から高架線で伸ばされていて、あの例えるとなるとあの関西というかまああの中国地方を走る智頭急行線ね、あのスーパー白兎号なんかが走る路線とか、あと北越急行とかの線路にめちゃくちゃ似てる。頑張ればあの特急列車が130キロとかでね走行できそうな感じもするんですけど、もともとこの路線ってその国鉄時代に国鉄の路線として建設が計画されてたわけなんですよ。だから路盤とか線路高架線の一部っていうのは国鉄時代にも整備が完了してたんですけども、ただ国鉄の赤字によって結局途中で建設が中断されて、で分割民営化の後 JR になった後に第三セクターとしてもう他にあった当時残されていた路盤とかを追加で整備して完成した、そんな第三セクターになってるわけです。なので歴史をたどると本当にあの智頭急行とかと同じような歴史になってるわけですね。末端の区間以外はもう電化はされていない非電化の区間なので、これ頭上がかなりさっぱりしてるんですよね。河川柱がありません。この線路ねこう輪っかのような感じで線路がね行き違い設備が設けられてますけども、
これだとねやっぱり列車はスピード出せないんですよね。どっち行ってもカーブなので列車はスピード落とす必要がありますので高速走行することはできません。まあでも特急列車なんかもね運転をされていないんでこれはこれでいいんでしょうけども、これ驚いたのがこういう第三セクター路線ってだいたい昔 JR 線と直通運転したとかそういう歴史があるパターンがあったりするんですけども、これ一切1990年代に開業してから一切 JR 線他社の列車が乗り入れたことがないみたいなんです。ちょっともったいないですけどね、スピード出しやすそうなのでかなり踏切もほとんどない高規格路線ではあるのでスピードは出しやすそうみたいですね。最高時速は確か95キロとかそれぐらいだった気がしますけども、いいですね、100キロ弱でぶっ飛ばしております。あ、すごい名前だな、子守歌の里高谷駅というみたいです。あちらの駅国鉄時代にできてたら絶対そんなポップな名前にはできなかったでしょうね。まあ、第三セクターの方がねこういう結構その、まあ、観光振興って言ったら大げさかもしれませんけど柔らかいイメージを持たせるためにちょっと長かったりとかひらがな混じりの駅名をつけるということはよくあることですね。すごいねこれディーゼルカーなんですけど足の下マッサージを受けてるような感覚になるぐらいものすごい振動してます。多分モーターが僕の足の下真下にあるんでしょうね。いいわ、なんか癒されるなこの音。いやそしてここで朗報なんですけども、いやついに岡山県に入りました。いやありがとうございます。ここから岡山なんで岡山入って一番最初の市町村は茨城ですね。次のね茨でちょっと降りたいと思います。次の列車どうせ待たないといけないんで、どうせだったら市の中心の駅でちょっと雰囲気をね感じたいので茨で降ります。ちょっと切符買いすぎちゃったけどまあいっか。地上駅茨城地上に降りてきましたね。茨の周辺だけは地上、なんか逆多いんですけどね、むしろ何もないところを地上で走って市街地だけ高架化のパターンが鉄道多いんですけど、逆だわまさかの市街地で地上に降りてくる。でここで列車の交換が行われるみたいですね。ちょっと降りましょうか。この先の駅がね終点になってます。でもねこれ車両の形見ても一応これは茨鉄道の自社のね車両みたいなんですけど、これちょっと見覚えありません？JR 西日本のねローカル線で活躍をしているちょっと画像載っけておきますけど、こんな感じのやつすごい似てるからもしかしたらこれ車両の工場というか製作場所が一緒なのかもしれませんね。よくあるのがJR がもともと作っている電車とか列車と部品を同じくしちゃってで製造コストを削減するみたいなことがよく行われるんですけど、その手法なのかもしれないです。似すぎですもんねさすがに。そしてですね今茨城の待合所にいるんですけども、ここねものすごい立地に僕今座ってます。ここの自動販売機で自転車置き場なんですけど、座ってるところがですねすごいですよ。これ列車の座席になってます。多分茨鉄道の古い座席を持ってきたんでしょうけども、こういう風に待合室というかね待合場に座席が転用される形になってますね。こんな感じでこれたまらないな。いやというかね茨城で降りてよかったですよ。この岡山県茨城市の名産品特産品はなんとねデニムです。ジーンズということで初めて知りましたよ。これ綿を育てようと書いてますけど、江戸時代あたりから綿花が栽培されていたようで、参勤交代の際もねお土産物としてデニム、まあその衣類系ですね、衣類系の販売が非常に盛んだったみたいです。綿を育てるのは簡単だよと。そうなんだ、ワトロウくんという可愛らしいな、ちょっと今流行りの子に似てるな、ちいかわにちょっと目が似てるような感じもしますけども、ハートフルデニムバッグ作りなるものも作れるみたいですね。そうなんだ、世界に誇る茨デニムって書いてありますけど、戦後ですねアメリカの方のジーンズが東京でバカ売れしてたみたいで、そのブームに乗っ取って茨の方からもですねジーンズを販売し、現在ではもう日本を代表するようなジーンズの産地になっているとのことですね。多分撮影大丈夫だと思うんですけど、ほら茨のお土産はこれで決定、ジーンズとデニム製品がたくさんこういう風に販売されてますね。いいな、デニムなんてもうだいぶ着てないですけど茨デニムと、へえおしゃれだな、すごい夜のバーのような
バーで流れているようなサックスの優雅な音楽が流れてます。すごいね、ものすごく陽気な接近放送を流して、あ、終わっちゃった。やってまいりました。お、さっきの電車と比べ、電車じゃない、ごめんなさい、機動車ね、機動車と比べると、おお、ミルク色のちょっとカフェラテが飲みたくなるような感じですね。美味しそう、イバラレールウェイアートトレインだって。へえ、すごい、これ本当に扉のところにアートが描かれてますよ。多分内側からはね、ちゃんと見えるようになってるんでしょう、景色をね。すごいな、本当にアートトレインだ。いやー、だいぶのどかな景色が広がっていますね。ちょっとさっきの駅、茨城駅を出発してからちょっと眠くてうたうとしてたら、もう JR 線との合流地点近くまで来てしまいましたよ。相変わらずの高架感、すごい、もう柵がないようなくらい、めちゃくちゃ柵が低いので落ちそうになります。ちょっと怖いな。これですね、列車の後ろ側だけ見てもこの仕様ですよ、金ピカです。ちょっと車内の画像というか映像をちょっと載っけておきますけども、今人が多いので後付けですけど、こんな感じになってまして、だいたいこの吊り革の上の荷棚の部分に切手のような感じでこう白くね、縁が施されたような絵画作品がですね、たくさん展示されてます。ここにも面白いものがありますよ、アート列車、まあ、この列車がアート列車っていうんですけども、そのプロジェクトのご支援者、まあ、出資をしてくれた個人の方、それから団体、株式会社さんがこういう風に名前が連なっているわけですね。この駅マジで面白いですね。これキビのマキビ駅ということでこれね、奈良時代の確かあの学者さんの名前なんですよね、キビのマキビさんで、キビのマキビなのかな、発音的には。僕も日本史の授業で習いましたけど、遣唐使の方ですね、昔あの中国大陸の方に送られた使いの方なんですけども、人面そのまんまイケメンになってますからね、インパクトありすぎるでしょ。でもこの駅はね、前なんかちょっと気になってたんですけどもね、立派な高架駅でした。すごいわ、これ車体のね、至るところがですね、もう金色でできてるんで、めちゃくちゃ反射してきて眩しい。こちらにはですね、アート列車、この列車の中で使用されている作品一覧のこの紙ですね、これも貼ってあります。ちゃんと茨鉄道がね、出してる紙みたいですね。すごいね。そしてですね、いよいよもうそろそろあれです、伯備線と合流することになります。 JR もう言わずと知れたですね、名護線です。ここ岡山がね、こっちの方にありまして、倉敷で寝台特急サンライズ号なんかも倉敷からこういう風に北上していくわけですね。でここの清根駅っていうところから、ここの総社駅までっていうのが共用区間になってます。ここ同じく JR 線と線路がね、同じような感じで並ぶ区間ですね。ここは伯備線と同じ線路、同じ線路上なのかわからないですけど、同じエリアをね、走行するということになります。おお、そしてクライマックスですよ、いよいよ立派なトラス橋。うわ、ちょっと待ってくれ、ちょっとね、これ心細いわ。両サイドが穴ぼこ開いてるんで、これ風が強かったらなぎ倒されそうですけども、そしてこれ今渡ってるのが、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、高橋川とかなんじゃないですかね。伯備線乗っててもね、あ、違う、これは小田川っていうのかな、付け替え工事が行われてるみたいですけど、もうそろそろ伯備線が進行左で、お、来ました、これです、サンライズ号の通り道にもなっている伯備線。かっこいいね、伯備線の方は山陰と山陽を連絡する鉄道網として、だいぶ昔から路線が伸ばされてきたんで、戦前からある古い路線になってます。一方こっちの茨鉄道の方は1990年代なので、圧倒的高規格なのが分かりますね。うわ、ちょっと待って、なんか今まで JR をね、ずっと禁止してたんで、これ JR のホームの横を走行してるわけですよ。なんかこうちょっとなんかイレギュラー感というか、やっちゃいけないことをしてる感じがすごい、背徳感だ、背徳感がすごいよ。ほら、ちょっと待って、CR 走行してる気分なんですけど、でもね、でもちゃんと調べたんですけど、ここですね、この清根から次の総社の間は茨鉄道と JR の共用区間っていう立ち位置になってるみたいですね。
いやね、これ非常にあの定義が複雑なんですけども、でもね、ここほら JR 西日本と伯備線との共用区間で両線に属する重複区間になってます。なのでここは一応茨鉄道に属しているということなので、まあ、今回はちょっとセーフ、ちょっとここに関しての細かいルール設定はしてなかったんですけども、まあでも切符買って茨鉄道にあのお金をお支払いして茨鉄道の車両に乗ってるので、まあ、これはセーフで、大丈夫でしょう。こちらがアート列車です。内側から見てみましたけど、そんなに景色見れませんでしたね、内側からだと。アルプスの真昼、へえ、モネ、あ、モネ聞いたことあるかも。スイレン、ルソー、モンテスキュー、パリ近郊の眺め。本当にこれルールの抜け抜け穴ですね、これね。総社駅到着しまして、で一応ね、駅名表とかも向こうの方、こっちの方にあったんですけど、これはね、ちゃんとこれです、茨鉄道仕様になってますね。これはまあセーフでしょうね。でもうすぐお隣がねJR 線総社駅になっております。ここ確かね、あれも止まった気がします。あの特急やくも号なんかも止まった記憶がありますんで、特急列車の通り道にもなってます。こっちの方まで来るとね、だいぶ本数が多くなりますね。岡山行きとかも、いや多くはないな、30分に1本間隔。いや一旦水分補給です。これもう本当にね、リアルコールド大好きすぎて美味しいんですよね。しかもあの炭酸ってあの500ミリとか300ミリとか買うと多分飽きるんですよね、途中残しちゃうんで。これ190、これは 何ミリだ、190ミリリットルこれぐらいがマジでちょうどいいんですよね。実はあの前回の日本縦断4日目のやつね、一気にあの島並海道チャリで走破したんですけど、その時にもう思いっきり体調崩して熱出しちゃったんで、なのでしっかりね、水分は補給しておかないと。いや、で総社来たはいいんですけどね、ここからが問題なんですよね。ここで電車であれば、これ桃太郎線っていうのが伸びてて、これ一本でとりあえず岡山まで出れるんですよ。でとりあえず岡山まで行きたいとってなってくると、またバス乗り継ぎなんですけど、どうやらねここバスの本数が相当少ないてか、まあ、岡山まで行くんだったら電車使えよって話なんですよ本来、まあ、僕はちょっとね JR 使わないっていうイレギュラーなことをしてるだけで、バスの本数はまあ少ないぐらいがね通常だと思うんですよね。全然電車使えばいいんで、なんでちょこっからねレンタサイクルかな、また公共交通機関がなければもう自分の足を使って、もう太ももを使って進めばいいということで、多分あるでしょう。この辺りね、結構この岡山周辺とかも歴史的にも面白い建造物なんかまだたくさん残ってるんで、この辺りはもう移動するだけでいろいろな面白いものを見れるんで、観光地化していると。なので大体主要な駅であればね、レンタサイクルがあるはず。そこにねチャリンコのマークがあるんで、これ乗り捨てとかできればいいんですけどね、どっかで。これだ、荒木ビルというところ、ちょっとレンタサー、あったあったあった、厳島巡り荒木ということで借りました。今回もですね、懲りずにレンタサイクルでございます。いろいろちょっと調べたんですけど、あのここの区間ね、ちょっと時刻表乗っけておきますけども、あのバスがですねもう全部終わっちゃってるんですよ今日。あの午前中に3本ぐらいあって、で午後はねバスがないんで、もうどうしようもないですよね。もう岡山まで何の公共交通機関も使えなくなっちゃうんで、もうチャリ自分の太ももに頼るしかないんで、レンタサイクル借りました。本当あの前の島並海道と同じような感じで、これ自転車専用道っていうのがやっぱね通されてるんですよ。でここから先はあの江戸時代の街並みが残る場所だったりとか、あと古墳ですね、昔のあの鍵穴のような形をした前方後円墳ってあると思うんですけど、あれ の日本で4位とかの規模の古墳が見れるっていうことで、ちょっとそれぞれ楽しみなんでね、満喫をしていきたいと思います。気持ちいいね、やっぱ風を感じるとこの体感温度ね、すっごく涼しく感じますよ。いやこれね、何がいいかってやっぱ自転車専用道がこう整備されてるんで、だいたいね道それるときはちゃんと正面看板でねアナウンスがなされるわけですね。だから一時あの携帯開いてマップとかチェックする必要がないんで、これそれがマジでありがたいですね。何も考えずにひたすら走るから気持ちいい、マジで。しかもですね、これなんと素晴らしいのが、今ね普通に車道の左側走ってるんですけど、あの自動車専用道っていうのがねこの先整備されてるんですよ。やばくないですかマジで、俺得すぎる。自転車専用道とあと歩行者専用道、いや
すごい。そしてこれがですよ、多分自転車道だわ。へえ、これがチャリ専用道になってて、でこっから先は多分ね車の通行が禁止されてるみたいですよね。チャリかでそれか、歩行者のみということになってます。うわすごいな、これ田んぼ、田園風景、田園風景感じますけども、もう水がもう日光に仕上がっちゃってますよ。これ地割れみたいな感じになってる。うんこしてめっちゃやばいっす。和式便所が多すぎて、その洋式じゃないとできないっていうデメリットがあって、ちょっとね地図を乗っけておきます。あの一宮駅っていうところが、あの桃太郎線の岡山の手前の駅であるんですけど、そこまで行って、でこの自転車ね、そう岡山の手前の一宮の駅で乗り捨てすることができるわけですね。神すぎる。でそこで乗り捨てて、そっからバスで行きます。なので一宮のところまでだいたいね全部で15キロぐらいなんですけども、そこをねサクッとそう走っていきたいと思います。いやいいね。うわ、こっからだよ。自動車専用道でございます。いいね。惹かれる心配がないから、安心だわ。ちょ、これ何なんですかね。これ赤い果実の実かと思ったら、多分、もう実ができてるんで、多分害虫に食べられないように、こう、囲いがなされてるんでしょうけども、みかんかな？何なんだろう？でも、あったかい気温だから、柑橘系なんですかね？やっぱ育てやすいから。こんな感じで。結構ね、ほんと遠目から見ると、みかんみたいな感じなんですけど、全然違うんですよね、これ。袋がね、被されてるだけなんで。お、待って、すごい、これ。なんかちょっと、プチ白川郷みたいなやつが、出てきましたよ、これ。ちょっと待って、広島、岡山ね、ときめきすぎてる。これ、わかりますかね？ちょっと、高床式のロッジみたいになってますけど、これ高床式倉庫ですね。昔日本史の授業でも習いましたけど、蔵になってて、で、こういうところに食料を多分ね、備蓄しておくんですけど、下地べたに置くと虫が来ちゃうんで、あえてこう、床をこう高くしたんですね。床の面を高くして、その食料とかを備蓄っていうか、保存しておくことにしたと。これ昔から本当に日本でも抜けられるような、備蓄方法ですね。高床倉庫書いてあります。うわ、すげえな。さっきの高床式の倉庫は日本だと弥生時代とかその辺りぐらいから整備が行われていたというか、まあ、その時代からあったの。さっきの復元でしょうけども、でもそれでも2000年前とかね、それぐらいからある建築様式ですからね。すごいよ。鉄道で言うとね、やっぱ国鉄車、ね、40年前とか50年前のものでもわすげえ古いってなるのに、そんなんレベルをもう1桁も2桁も超えたようなね、ものが復元でしょうけど、それでも置かれてるってすごいよ。やっぱり待てアフラックめっちゃいるぞこれ。これ野生？嘘？かわいいんだけどめっちゃ。アフラック野生っぽいですよね。でもね、暑いでしょう。水浴びをしてますよ。かわいい。僕を仲間だと認知してくれるか。おー、ちょっと返してくれるな。バイバイ。いい子でいるんだよ。さあ、しばらくこっちの方に進むとサイクリングロードも舗装が効いてきて、だいぶ軽やかに進むようになりました。そして左手に見えるこれ五重の塔がですね、なんとここにそびえ立っております。これが国分寺ですね。ここに説明が書いてありますけども、備中国分寺跡ということで、これ聖武天皇の頃、多分ね700年代とかそのあたりだと思うんですけども、国分寺、国分二寺、そのお寺をたくさん作ってくださいねっていう命令が天皇から出された時期でもあったんです。東京の中央線の沿線にも国分寺駅っていうのがありますけども、それもその聖武天皇の命によって建てられた国分寺が由来だったりしますね。どうやらその聖武天皇の時代の一昔前にですね、天然痘だったりとか天災とか地震なんかが、ね、こう発生して、結構多くの人が亡くなってしまったと。なのでそういう悪いことを一旦収めるために、たくさん各地にお寺が建てられたと言われてます。岡山市行きます。せーので、おい岡山市突入でございます。そんな剣豪じゃないから、そんなめっちゃ嬉しいって感じじゃないけど、うめえ。ちょっとやってるかやってないのかわからないくらいの自動販売機でしたけど、ちょっとすごい虫がついてるんですけど、でもね、ちょっと脱水だけにはなりたくないんだ。そしてこんなものを発見しました。この巨大な施設、なんとお墓です。昔のお偉いさんのお墓ですね。古墳と言います。
日本で最も大きい古墳というのは三国ヶ丘駅のすぐ近くにあります大仙陵古墳ですね、仁徳天皇陵ですけども、この造山古墳も全国第4位の規模を誇っているとのことです。これ模型があるんですけども、これびっくりするのがね、これ石棺と書いてありますけど、これが棺です。だからここに人が埋められていて、埋葬されているんですけども、そこの周辺もう何倍何十倍もの敷地がですねお墓になっていると。昔のその偉い人が亡くなった後、これぐらい偉かったんだぞっていうのを示すためにお墓を大きくしたとされてます。やばい、ちょっとねさっき撮り忘れちゃったんですけど、マムシいましたわ普通に。そしてここで岡山入ったと思ったらまた戻るんだ、倉敷入るんですね。もしかしたら市境が入り組んでるのかもしれないですけど、またじゃあ岡山入るのかな。ちょっとさっきからねトンボとすれ違い、トンボはねまだ可愛くていいんですけど、蜂がね今7月蜂が一番活発に活動する時期で、僕もちょっとこの前行った鬼怒川で追っかけられたんで怖いな、蜂にだけは刺されたくないけど。おすごい、もうそろそろ目的地の備前一宮、今ね黄色い駅名表見えましたけども、踏切が鳴りましたよ。来ますよ桃太郎線、いいな。ちょうどね次のバスの時間調べたんですけど、ちょうどいい感じだったんで、これで間に合いそう。岡山到着もいい感じに行けそうですけども、いや最後頑張ったご褒美ですわこれは。鉄道マニアとして普通に旅してて自分が鉄道マニアってことちょっと忘れかけてましたが、ここでしっかりと拝んでいくことにしましょう。桃太郎線来た、おすごいよ、かっこいい。タラコ色の機動車がやってきます。2両編成ですね、岡山駅です。いやー僕も岡山まで連れてってくれ、おーかっこいい。いやマジでかっこいいな、この晴天の下オレンジ色のあのタラコ色が映える映える、たまらんね。ちっちゃい小型の雰囲気ですね、さっきの尾道で見たような感じ。さあということで向こうお見せしたのが備前一宮駅の方になっております。着きましたね。時刻は今16時半くらいなんで、どれくらいのと1時間ちょっとぐらいはね乗ったんですかね。わ、多分めちゃくちゃ日焼けしましたね。これ赤くなってるもん、もうヘルメットしたから一応ワックスもつけたんですけど、もう髪もぐしゃぐしゃになってしまった。いや駐輪場のおっちゃんもめちゃくちゃいい方で、次の乗るバス停の場所もねご丁寧に、ね、教えてくださいました。いやー疲れた疲れた、今日食べたカキフライと海鮮丼の分は、ね、多分カロリー消費できたと思いますんで、で次がですねちょっと地図載っけておきますけど、ここから、もちろん桃太郎線は JR 線なんで使えないということになっております。ただここから歩いて 600m ぐらい行ったところに中川橋っていう橋があるんですね。でその橋の真ん中にですバス停があって、岡山の方、岡山から先の方まで、ね、行くバスが出てるみたいなんで、ちょっとそっちまで歩きます。 600m あと15分ぐらいなんですけどね、まあ大丈夫かさすがに。いやー着いた着いた、着きましたよ。これが長鉄バス、長鉄の中は何なんだろう、とりあえずは中川橋ということで、これ中鉄バスかな、今日平日岡山天満屋バスセンターこれですね。いやー来た、16時43分、今ね38分なんであと5分後にやってまいります。あぶね、これを逃すとね、ごめんなさい次は20時6分とかになっちゃうんで、危ない危ない。うわすごいね、路線バス路面電車運賃無料でなんかもあるんだ。では8月66日、いや惜しいな、いや惜しくないや、全然惜しくないわ。やばい、日焼けが、皮膚がねめっちゃ痛いってわけじゃないんですけど、焼けてるのがわかるわ。一応もうベッタベタになるぐらいね日焼け止めは塗ってるつもりなんですけど、垂れるぐらいね。来た来た来た、いやこれまた非常にレトロなバスで、あガラガラだ、助かる。おーいいね、バスのありがたみが分かるわ。台湾行った時に買ったやつなんですけど、さすがにちょっとねまずいわ、二度塗りしないとまず丸焦げになってしまうわ。
ということで長かった質問をしました、岡山駅到着でございます。いや着いた着いたよ。このサンステって書いてあるんですけども、このあれですね、岡山とか広島はこのサンステーションっていうのがあのメイン の, あの駅併設の商業施設になってるみたいですね。結構至る所にあります。福山とかにもありましたね。いやー感慨深くなりますわ。枕崎から5日でようやく岡山ですからね。もうどんだけかかるんだって、もう JR のありがたみしか感じませんよ。もうちょっと一息つきますか。だいぶ移動したんでね、ちょっと熱中症とか になってしまったら旅をね続行できなくなってしまうんで、それは皆さんにとっても多分ね、僕にとってもまずいことだと思うんでね、ちょっと一旦飲み物飲んで涼みますか。やばいやばい、もうこれご褒美でしょ。台湾のこのタピオカね、一時期ブームがありましたけど、たまに飲みたくなるんですよね。こちらがですね、台湾カステラでございます。これね、台湾の方のカステラ、ふわふわとしてるやつなんですけども、やばい、うまそうすぎる。もうチャリンコで走ったご褒美ですね。ここでしっかりと糖分を摂取していくと。でここね結構穴場なんですよ。スタバとかが結構混んでたんですけども、こっちの方は客席これ開放されててね、結構少ないんですけども、僕以外お客さんはおりません。そしてこれ台湾のね9分を彷彿とさせるこの提灯、いいですね、贅沢ですね。これ日本縦断の旅行をして岡山に5つ台湾の旅行気分を味わうことができる最高すぎるでしょ。これこれで1080円でございます。やばいね、もう所持金が1万4000円ぐらいさっきあったので、もう無双状態です。何も気にせず食べれる。すごいわこれね、めっちゃ外から見られるんでちょっと恥ずかしいんですけど、あの僕がねこのタピオカとこれ注目してバクバク食ってからね、お客さんの量めっちゃ増えてるんですよ。だから僕は完全にこれ宣伝塔になってますわ今ちょっと恥ずかしい。いや美味しかった台湾のね、やっぱねタピオカたまに飲みたくなるんですよね。もうこれでバッチリ回復でですね、この岡山から先なんですけども、これもですね次東側の方に行く、次の岡山の次の県は兵庫県なんですけども、このね姫路まで出ればねもうマジで勝ちなんです。これあの山陽電車が通ってるんで、これで一気に私鉄大阪まで出れるんで、姫路までどう出るかが鍵なんですね。ただね姫路、相生、この岡山のここの間っていうのがまたねバス乗り継ぎになっちゃうわけですよ。ただですねこれ実は岡山ちょっとね離れた南側のところにこれ新岡山港ってこれ港があるんですね。でここまで行けばね、こっちのこれちょっとこう牛さんの形をしているようなね、この小豆島っていう島があるんですけども、ここまで出てるフェリーがあるんですよ。これねここまで到達して、で小豆島の中のバスがあればこれで東側まで行って、でこの港からねまたこっちの方に行けばもうこれで姫路に到着するわけですよ。ちょっとね今日は夏場なんで結構日は長いっちゃ長いんですけど、18時9分で最終の新岡山港出発のフェリーがですね、これなんですよね、18時30分。こっからね結構バスとバス1本で行けるのかな、路面電車乗ってもいいんですけど、この辺りからバスで行く必要があるんで、ちょっとね18時30分間に合わないんで、今日の、キャンプ地はですねここ岡山に、したいと思います。でですねこれ今日はあの予算がね1万1000円あるんで、まあ余裕でいいホテルも泊まれるんで、この旅始まってから僕ねそこそこいいシティホテル泊まったことがなかったんですよ。だからちょっとねいいホテル泊まろうかなと思ったんですけども、今ねすごいあのコロナが終わってきて、もうホテルの予約者数っていうのが増えまくっていて、やば6000円じゃないですか。これ6000円でも岡山駅じゃない倉敷の方なんで、まあ、これは遠すぎると。でこっちも高原の方なんでこれダメで、これも倉敷なんですよね、倉敷で、これもねあのバスで行くで、これですよ一番安くて、この個室のホテルはね9500円もしちゃうんですよ。気になってるのこれで、これね岡山の商店街の中にあって、これねカプセルで個室じゃないんですけど3850円。いや正直ね今日1万1000円あと使える残金がねあるんで、ちょシティホテルいい感じのホテル泊まろうかなと思ったんですけど、9500円のホテル泊まると残金がね1500円ぐらいになっちゃう。だから夜ご飯もうね食べれるか危うくなっちゃうんで、今回はまたですねカプセルホテルお世話になりたいと思います。そう今日ちょっと洗濯とかもねしないといけない、僕2着しか持ってないんで着てるもの含めて、明日の着替えないんでね、ちょっと今日は早めに行って。これがですね岡山の駅前にずらーっと広がってるんですけど、岡山代表する商店街になってます。すごい立地ですよね、こうパチンコ屋さんの
2階がですねサウナカプセル、これ前々からちょっと気になってたんですよ。商店街の中にあったんで、本日はここに宿泊をしたいと思います。ペンギンさんも笑ってますね。これサウナカプセルハリウッド、名前かっこいい。入浴料宿泊料金は3850円なので結構リーズナブルな値段ですよね。翌日の繰り越し金がね結構いい感じになりそう。6000円ぐらい繰り越せるんじゃないですかね。ではいいね、カプセルルーム。あ、マジか、飲食コーナーもね全部入ってるみたいですよ。これちょっと編集今日ナレーションしたかったんでね、本当は個室が良かったんですけど、まあまあいいや。大浴場、サウナももちろんあります。大好物サウナ。この岡山駅前のねサウナ、まあ、カプセルホテルハリウッドさん、ずっと気になってはいたんですけども、なんとカプセルホテルの中に食堂が設けられておりまして、でここで岡山グルメをですねなんと堪能することができますと。温玉飯、それからカツ丼ですかね、これも非常に美味しそうですけどもね、今回チョイスしたのはホルモンうどんです。サイドメニューとかを見ても100円150円でこうお酒のあてになるようなね、おつまみになるようなものも結構幅広く提供されてます。サウナ入った後に飲むオロボも本当に絶品なんですよね。そして一品目に注文したのがこちら、だいぶ今日塩分を使ったのでね梅を干してしまいまして、きゅうりと梅のこのおつまみセットですね。そしてメインディッシュこちら、これがあの津山の名物、岡山の津山駅ありますけどね、津山駅って、そっちのホルモンうどん B 級グルメだそうです。これは今回僕も初めて食べますけど、もうめちゃくちゃ美味しかったですね。このホルモンの濃厚な油が太麺のこのうどんに絡みつくわけです。ホルモンってあのめちゃくちゃ食欲そそられるんですけども、もう食べたのが編集終わって23時とかそれぐらいだったので、さすがにこれ以上食べたら太るなと思ってこれで抑えました。ということで日本縦断、明日は、6日目ですかね、明日もよろしくお願いいたします。では本日もありがとうございました。